さあ、お互い逃げないまちまちなバトルを2回戦の最後見せていただきたいと思います。先攻がハイジ、後攻がワッチョイ。オーズメンファイ、ワッチョイ。いや、ワッチョイ、ワッチョイ、こいつのラップ確かにかっちょいい。でもまだアマちゃんまでかんのに、これがペロッと口まってバイバイ。ねえねえなおうち、お前はまだまだ次に上がれる実力ないやつだ。お前は18、俺27、握る缶コーヒー、お前はワッチョイ。ワッチョイ、かっちょいい、知らねえ。俺が20で使う忍者ハストリー。いや、お前の桜は散らす。お前が逃げ羽鳥。お前のラップはかっこいいかもしれないけど、俺の方がマジでヤバいことわかる。お客さん方、そうだろ、俺のラップで奥歯ガタガタ。ていうかお前18なのにタバコ吸っちゃダメでしょ。いや、ラッパーバッボーイ、ビーボーイ、ラッポだろ、それで俺があげるぞ。今そんな規則守って政治家より俺の方がまだ心はクリーン。だからブラックより俺はブラックかもしれないけど、政治家よりは純粋な心、肺は黒くても頭は金ピカだよ。やばいわ、やばい。先攻ハイジがやばかったと思う人、後攻ワッチャイがやばかったと思う人、後攻ワッチャイの勝利です。結構熱いこと言って最高でしたよね。稲葉物置。